それでは早速始めましょう。2日間の最後の一つになります。このセッションを始めたいと思います。 UNDP がこのセッションに、司会としてお呼ばれしたことを大変誇りに思っております。私はアジア太平洋地域の担当をしております影山綾子と申します。このセッションにおいては、こういった内容を話しますという背景の話をして、そしてその後2つの今日の業界のジャイアントともいえるお二方を紹介したいと思います。そしてその後はパネルという形にいたします。では、背景情報としてサステナブル投資というのはとても今興味深いトピックとして話題になっておりまして、最近では世界でいろいろと出てきている気候変動であるとか、またサプライチェーンの脅威であるとか、また主要な人権に関する問題といったような形でもこのテーマが出てきております。そして経済的に、それから人々のいろんな日々の生活に関わってくるこの問題なんですけれども、同時に世界のビジネス業界もこのテーマを取り上げ始めました。これらの問題が起きないように、つまりリスクを回避するという形で取り上げるというだけではなく、世界的に多くの標準であるとか、それからまた基準といったものが欧州発で始まっています。 EU タクソノミーであるとか、いくつかのフレームワークが出てきています。しかしながら私たちが住んでいるアジアにおいてはローカライゼーションであるとか、それからビジネスにおけるこういったものを適用するというだけではなくて、定量化して計測する、それからインパクトをトラッキングするということも始まりました。例えばトリプルボトムラインというふうに業界で呼ばれている、環境の価値、経済の価値、そして社会的なアジェンダという形で見るようになってきたわけです。さて日本ではどうなっているかというと、ラッキーなことに日本国政府はいろいろな金融政策を発表し、そしてこういった金融資産の管理運用をより効率よくしようとしています。またそれをさらに発展させようとしています。で、今週非常に面白い週であるわけなんですけれども、渋沢さんとか、それからまた浅草公園なんかに聞こうと思ってるんですけれども、これをさらに拡大していく上で、同時にまたイノベーションをアジア日本において起こしていく上で、それがどういうふうな意味になるのか、役割を果たすのかということをお話ししたいと思います。まず、サー・ロナルドなんですけれども、どんなことをやってらっしゃるのか、ちょっと自己紹介をしていただきたいと思います。そして過去1年間において、このインパクト投資において、プラスの、いろんな成果が出たとしたら、それはどういうものがあったかということについて話をしてください。私は寿司が大好きです。ということで、私のバックグラウンドはベンチャーキャピタリストで、ベンチャーキャピタル業界が始まった時、私は26歳だったんですから、その時から関わっておりました。そして60歳になって、太平洋、アジア太平洋地域において会社を成立し、そしてイスラエルの企業の共同セッションもやっております。で、いろいろやってきたんですけれども、このセッションのタイトルというのは私たちの未来に関わるものであるというふうに思っておりますので、お話ができるの大変楽しみにしております。ありがとうございました。そして渋沢さんです。
渋沢さんも自己紹介お願いいたします。そして過去1年間どんなハイライトがあったのか、どんな課題があったのか。皆さんこんにちは、私は渋沢健と申します。オンラインで、サー・ロナルド公演、師としてお話ができるのは非常に誇りに思います。何と言いましても、インパクト投資における父というふうに呼んでもいいと思うんですけれども、本来だったらサー・ロナルドの方がこちらに立つべきだというふうに思うんですけれども、来られなくて残念です。私ももともと金融はやっていたんですけれども、ファイナンシャルマーケットをやっていました。2001年に、911が起きて、ちょっといわゆるプロフィットとノンプロフィットの両方を見ながら、これを2つで非営利とそれから営利の2つを橋渡しをしていかなければならないというふうに感じたわけです。いろんなことをやってるんですけれども、一つは GSG、これは GSG のナショナルアドバイザリーボードというのがあるんですけれども、これはサー・ロナルド・コーエン氏が10年前ぐらいに始めたものなんですけれども、それに関しての日本のチェアを私は務めております。私自身の渋沢&カンパニーというのは長期投資、ミューチュアルファンド、これをサステナビリティファンドとは呼んでないんですけれども、クロスジェネレーションという形で次世代のために投資をしていくということで、当然ながら持続可能性のある開発なども入れております。で、日本からアフリカに対していろんなインパクト投資をしようということをやっております。で、過去1年ということですから、日本においてはいろんな動きがあったと思います。まっすぐにこれがこう伸びていったというわけではないんですけれども、スタートアップから大企業までいろんなところに少しずつ普及してきたんだと思います。で、政府がいわゆる新興市場との間でそれを開発していくといったような協力も日本においては起きてきた。それがインパクト投資の大きな動きだったと思います。では最後に私が自己紹介いたします。私は影山と申します。シンガポールで仕事をしておりまして、私はサステナブルファイナンスハブのメンバーです。このチームはアドバイスを民間企業、主に金融機関になるんですけれども、そこに提供しております。知識であるとか実際の応用フレームワークを運用する場合、例えばインパクト計測であるとかその運用であるとか、そういったものをやっております。 UNDP には SDG インパクトスタンダードというツールを持っておりまして、日本渋沢さんもこの SDG のインパクトスタンダードのアドバイザリーボードのメンバーになってくださっています。それからまた同僚たちが日本全体でいろんなトレーニングを行ってくれています。そしてまたインパクトファンドに関してもアドバイスを行っております。これエクイティインベスターにはなるわけではないんですけれども、アグリゲートステークホルダーを集めて、そして IMM のアドバイザリーであるとか、それからまたサポートをしたり、あとどういったところに投資ができるか、例えば投資可能なスタートアップを見つけてくるとか、そういったことをやってます。あとインパクトベンチャーアクセレレーターというプログラムもあって、600ぐらいのスタートアップに、アプローチして、2028年までに私たちは約1500のベンチャーにアプローチしようとしています。私たちとしてはロナルドの組織と、MOU ということで DNP と GSG ということでの覚書を交わしていますので、GSG のメンバーがこのインパクトスタンダードの認証機関の中のメンバーでもいらっしゃって、またこの UNDP の SDG アドボケートとして渋沢さんには大変大きくお力を頂戴しています。ではパネルディスカッションということで、皆さん聴衆の中で日本の FSA のインパクト投資フォーラム、今週の頭に行われました会議に出席された方もいるかもしれません。渋沢さんもランド今日も、大変ハイレベルではある中でも、俯瞰的に業界をどう動かすかという長官図なんですけれども、今日はもう少し地に落とした実際の取引ということでの具体例をここでお話しできればというふうに思っています。ロナルドさんにまず聞きたいんですけれども、
まあ、幅広いこの質問ということになろうかと知れますということになるかもしれませんけども、 GSG を牽引されてこの直近3年 GSG でもいいですけれども、違ったいろんな責任も持ってらっしゃると思いますけれども、どのようにこの展開がされていたのか、どういう課題があるのか、特にサステイナブル投資においてイノベーションと関わる中でグローバルにどういう課題がある、またアジアとの関わりどう関わりがあると思っていらっしゃいますか。私にとって驚くべきことはこのインパクトの進化、そしてそれ前の私がこの役割になってきたその前の時代の進化です。世界に今起業家の方がいらっしゃいますけれども、インパクトというのは10年前であれば、まあ、大きく栄える企業でなかったとしても公共交通を運用する中でこの CO2 の排出量、またどれぐらいの通勤客の乗車があるのか、どういったような事故にが引き起こされるのかということも含めて、このそういったような共同のプラットフォームというのが世界の人たちが教育だけに対して対価を払う、まあ、仕事に就職してそれに対しての対価を払うというような仕組みになっていました。今新しいベンチャーがテレメドション、診断遠隔を医療です。膨大なデータを使ってその成果診断というのを遠隔地でも行えるようになったわけです。私がこの3カ年でワクワクしたのはこの価値の変遷です。若い人たち、多くの人たちが起業家でありますけれども、環境に悪い影響を与えている企業からのものを買わないという動き、また金融企業、ESG ということで45兆のインパクト投資ということが、これが新しい技術を携えて AI、ML、拡張現実、仮想現実を使って私たちが今までなせ得なかったような大きなインパクトをもたらすことができるようになっているという点であります。この協力の力というのが3つ目の力と融合しています。これは私たちが言うところの透明性ということです。一つこの昨年この何が一番大きな目玉だったかというと、バリューフォーインパクトということで、それぞれの枠の中でその組織がインパクトのアカウンティングという説明責任を求めるようになった。 NATO が収益化された環境インパクト、それぞれの投資家や企業や政府がこれを活用し企業のインパクトを測定することが可能になりました。ここ直近3年におきましてはこのビジネスモデルの中でいかに環境リスクを定義をするのか、そしてそれが収益性を上げ利益を上げ、そして環境的な課題にも言及することができる手法として大きな不平等、経済的な社会の中の不平等格差を解決するというふうに考えられています。ありがとうございます。いろんなキーワードが出てきたと思います。ぜひこの残りのパネルの時間でそれに取り上げていきたいと思ってますけども、ランドさん、まあ、技術があるがゆえにそれによってアクセス性や接続性が上がった、それによって経済的な活動に大きな恩恵を提供することになり、それが起業家ということにおいても読んでる、まあ、従来型 そのアカウンティング会計システムの中でこの定量化をする、まあ、自然の価値、環境の価値、それ外部要因ということでおっしゃられていたわけですけれども、それは人権とか社会的な価値ということの推進には寄与しなかったという過去があったということだと思います。まあ、日本の状況というのをより拡大鏡で見てみると、渋沢さん、今週この
FSA のインパクト投資フォーラムでもご意見を述べてらっしゃいましたし、いくつかのパートナーのカンファレンスということセミソーシャルインパクトデーというイベントもありました。多分皆さん、まあ、もう参加されたのかなと思っています。昨日と今日行われました。いくつかの民間企業の方でもインパクト絡みの会議を開催しています。それを踏まえて新しい発見というのは渋沢さんありましたか、もしくはもうそれをすでにご存知のことだったんでしょうか。まあ、どういう印象を得たかということをまずご意見をお聞かせください。まず第一に FSA の金融庁の方からインパクト損失コンソーシアムなるものを提唱したとおりに、私たちはもう GSG があるのでどうしてもう一つのコンソーシアムが必要なのかというのが当時の議論だったんですけども、まあ、最終的にはこれは大変このコンセプトインパクトということを推奨する上でのいい手法だったと思います。まあ、政府ですから、政府がやはり公共声を上げると多くの人たちがそれに賛同すると、投資家だけではなくて大手の企業、経団連、経済同友会も含めて商工会議所も含めて、また地域の各地方自治体も、まあ、スタートアップの方もいらっしゃいましたし、まあ、幅広い方々を巻き込んでということでの有用性はあったと思います。まあ、インパクトのエコシステムというのがどのような形で他の国で展開しているかという詳細は分かりませんけれども、一つ特徴として、まあ、日本のインパクトの動きがどうなっているのか、特にエコシステムがどう醸成されようとしているのかというのは、政府がそのインパクトというコンセプトに、まあ乗っていると言いますか、この賛同していると、日本の首相の方から新しい新資本主義という考え方を提唱しています。まあ、皆さん何なのということの意見も多いんですけれども、これ大変重要な点だと思うんですね。外的要因という言い方をおっしゃっていらっしゃいましたけれども、私にとって新しい資本主義というのは、私たちはこの外部要因というのを、まあ、環境とかいうことを置き去りにしてきた、社会の分断ということも格差ということも置き去りにしてきた、それをもう一度資本主義の中に包含したらどうかということなんです。まあ、それが包摂的な形での資本主義というのが私の定義です。まあ、それをどうやるかというと、インパクトを通じてということです。ですから政府もこれのこのコンセプト、インパクトというコンセプトに乗っている。そして各地方自治体や地域も、まあ、県も含めて都道府県含めて、まあ、このインパクトというのが改めて社会的なインフラということでの社会基盤を再活性化するものなんだと、スタートアップのこの大きなカンファレンスが今日行われてますけれども、私にとってスタートアップというのはイノベーションそのものです。まあ、技術の部分に関してはインパクトはあると思いますけれども、最終的には技術というのはどちらかというとエンネイブラーであると、可能にする手法であると、まあ、最終的には誰がインパクトをもたらそうとしているのか、ロニーなのか私なのか影山さんなのか、この今回の聴取の方々皆さんなのか、いや最終的には人だと思うんですね。ですが人を中心としたインパクトということでのあり方を考えていかなければいけないんじゃないかと思います。今週多くの方々が足を運んでくださいました。ロナルド・コーエン今日にですね、2回ぜひ登壇してくださいとお願いしたんです、パネルに。まあ、きっとお忙しいだろうなと思ってたんですけれども、ロニーさん本当に、2回目このパネルに参加してくださったということで大変ありがたく思っています。多くの大きな偉い方、そしてソートリーダーの方々、インパクトの方々が日本に来ていて、集まったということがあるので、このメッセージというのは何か日本で起こってるんだなということを実感しております。そんなことでしょうか。まあ、大変興味深い1週間だった、忙しい私にとっては1週間だったということでしょうか。でも満たされた1週間だったと思います。ありがとうございます。ということは、新しい新資本主義、新しい政策がそれを支援している FSA 金融庁が、今まさしくそれを乗り気になって、本気になって民間との対話ということを推進している、それが大きな取引だったり動きをもたらそうとしているということだと思いますけど、同じ、その船に乗って、両方の両車輪が回っているという感じなんでしょうかね。それでは続いて
今からスタートアップとそれからインパクト投資が交わるところはどうなのかという話をしようと思います。 UNDP のインパクトベンチャーのアクセレレーターのプログラムにおいても、このスタートアップというのはいろんなタイプがあります。非常にアーリーステージでほんのに1人か2人だけでしかやってない、そして製品のフィジビリティとかその開発やってる人たちとかいろんな人たちがいるんですけれども、その時になぜ IMM をここに導入しなければならないのかと考えるわけです。一生懸命彼らはやっているのにそこにリソースとか時間とかさらにかかるじゃないかと思うわけです。で、UNDP はできるだけ早くこれを入れるべきだというふうに考えています。システムの中にそれを入れていくべきだと、規制とかそれから報告書のフレームワークとか、まあ、そういったものは非常に具体的に、まあ、詳細なものになってますから定量的にやるということが重要になります。そうした方が投資も楽になるというふうに言うんですけれども、お二人の、この分野の専門家がいらっしゃいますから、まず渋沢さんどう思われますか。 IMM をスタートアップの早い段階から入れるというのはやりすぎなのか、それともボトムラインとしてもう全ての市場にやるべきなのかということです。はい、私はスタートアップをやった経験もあります。いろんなルールがあっていろんなプロセスがあって、まあ本当にうわ大変っていう感じになる時もあるんですけれども、IMM それからまたいろいろなモデルとか、まあ、そういったものを考えるとうわ大変だと思う時にもあるんですけれども、起業家が正しい質問をしてくるんだと思います。つまりそもそもなんで新しい会社をここで作ろうとしているのか、まあ、もちろん儲けたいというのもあるんだと思いますけれども、今のスタートアップの環境、20年30年前ドットコムのバブルがあった頃、その頃はインターネットにとにかく製品とかサービスを出す IPO をすれば大成功という感じだったんだと思います。でも今のスタートアップの状況を見ると、若い人たち20代とか30代のスタートアップやってる今の人たちを見ると、彼らはもっと野心的だって感じがします。つまりこれまでの数十年前のスタートアップの人たちよりももっと野心的、つまり世界を変えたいと思うわけです。本当に野心的ですよね、野心的なゴール。でも真剣に世界を良くしたいと思ってるわけです。でも普通のことなんだと、それは彼らにとって。だから IMM とかそのロジックとか、まあもちろんロジックがなければまあゴールは達成できませんが、でもスタートアップだからやれることからまずはやった方がいいと思います。もともとやりたかったことを忘れてはいけないと、なぜそもそもこの会社を作りたかったのかということが中心になるべきだと思います。私自身も思うんですけれども、ほとんど全てのスタートアップというのがまず一番最初に社会問題を解決したい、例えば遠隔地とか田舎にいてここでやっぱり接続性を上げたいとか、すごくみんなが交通網がなくて困ってるっていうんだったらそれを何とかしたいとか、また高齢化の問題があったらそれを何とかしたいとか、それから社会、経済的な負担をなくしたいとか、いろんな形で始まるわけです。イスラエルのことはよくご存知ですよね。サーローエン、イスラエルというのはテクノロジーということでは本当にスタートアップの数もすごいんですけれども、なんで彼らはそんなにスタートアップをそんなに作ることができるんでしょうか。そしてまたインパクト投資にという原則をそのスタートアップにも、組み合わせたいと思っているんでしょうか。それからインパクトウェイテッドアカウンティングということはどういうふうにここに関わっているんでしょうか。今日本で起きていること、
というのは、私たちは ESG のパートナーではあるんですけれども、今日本においては非常にいい方法が出てきていると思います。チブサーさんがおっしゃっているように、日本は政府に対してビジネスに対してそして投資家に対してうまく説明する方法が出てきていると思います。このインパクト革命というものが本当に今進んでいるということに関してです。で、それに関しては感謝したいと思います。日本はこの分野においてはもうすでにリーダーになっています。他の国でイギリス以外で、まあ、本当にやってる金融の自由化をして、そして本当に多くの資産を生んだわけですけれども、人々の生活もこれによって改善したと思います。 G7 のインパクトインベストメントの時に、この新しい資本主義ということに関しての世界のトップが合意をしたということがあるわけですけれども、日本のビジネススタートアップを考えていたときに、そのペースを変えたということがあると思います。2,30 年の間に本当にスタートアップのネーションにイスラエルはなってきた。なぜそんなことができたのかというと、まあ、ベンチャーを成功させるためにはまず人材が良くなければならない、それからまた投資も良くなければならない、それからまた会社にとって最も価値のあるものをやっていかなければならないということなんです。リスク&投資とリターンだけをただ単に計算していたんではそうはなりません。で、渋沢さんもおっしゃってましたけれども、人々特に若い人たちというのはスタートアップを始めるときに本当に世界を良くしたいというふうに思っているわけです。お金を儲けるというよりは社会を良くしたいと思って始めるわけです。ですから他の国においてもそれをやりたいと思っている、そういった人材が集まってきます。自分よりもっと多くの人たちのために、仕事をしたいと思っていたら必然と人は集まります。じゃあ消費者はこれを買いたいと思うかということになると、それを魅力的に感じた場合には収益も出てくるし、会社も大きくなるということになります。そしてそれが大きくなって IPO になるということもあるわけです。で、株価を見るというだけではなくって、一体どんなインパクトをその会社が与えているかということを人々は見るわけです。で、例えば炭素の排出量を減らそうとか、それから気候変動を緩和しようとか、サプライチェーンをもっと良くしようとか、いろんな形でスタートアップは始まっています。で、マイクロチップと同じようにより良いビジネスモデル、例えば40年前私が一番最初にこれを始めた時、このモデルというのはテクノロジーをとにかく使うということでした。でも今日はテクノロジープラスインパクトがなければダメということになるわけです。ですからスタートアップにとってはその2つがなければならないということだと思います。はい、今この業界はだんだんとインテリジェントになってきていると思います。より透明性があって、よりインパクトマインドが最初から入っている、意思決定、ガバナンス、それからビジネスモデルを良くしようという上でも全てそういったインパクト思考が初めから入っていると思います。では続いて社会イノベーションの話をしていこうと思います。渋沢さん、そこにおけるインパクト投資に関してです。トリプルアイ、インパクト投資で特にグローバルヘルスに、力を貸してらっしゃると思うんですけれども、コロナの後多くの人たちが公衆衛生に注目するようになりました。それからまた製薬会社が短い時間でいろんなものを作れるようにしたすべきだというふうになったわけです。で、渋沢さんもアフリカを中心に見てらっしゃいますけれども、 PPP 日本政府がサポートしているもの、それからまた、こういった医療分野の専門家
とそれからインパクトインベストメントの実務者をまとめてこういったプロジェクトをやろうという動きがありますが、このイニシアティブというのはどういった形でやってらっしゃいますか。また PPP にはどんなチャンスがあるんでしょうか。何ができるのか、また何か大きな欠けている要因というのはあるんでしょうか。はい、このグローバルヘルスという考え方でありますけれども、これは日本の国家戦略ということで、ここ過去25年間取り組んできました。同じようなタイミングで15年ぐらい前でしょうか、15年強だと思いますけれども、このコンセプト、インパクトということを学び得ました。これはその当時は分かれた取り組みだったんです。今影山さんがおっしゃったように、これは一つのトラックということで、この修練しています。ヘルスとか公衆衛生とか健康ということを考えると、コストということに目が行きがちです。確かにこれはコストであることは間違いありません。でもコストであるとなるならば、誰かにそれを売るという行為が出てくるわけで、ある意味これはどこかの誰かにとっては成長戦略であるわけです。この人口の健康性、健康というのを強化すれば、それが繁栄の大きな礎になるわけで、その上にインパクトというのを付け足すことができると思っています。私が、ESG の今運動とかアメリカ、これはある意味州においてはですね、違法なんです。なぜかというのは、 G というのは数字を当てやすい取り組み、 ROE は何なのかとか、独立その役員は誰か、社会取締役は何人かと、いい、そして次がいいです。それグローバルだった、私たち全員に影響するいい科学的なその土台がある。それ数字が当てはまります。 CO2 がどれぐらい排出されたかという数字があります。 S の部分ですね、数字がどう当てはめることができるのかという問題があるわけです。例えば科学的なその S の、価格ベースの番号があるのか、数字があるのかとか、日本、イスラエル、アフリカ、アメリカ、いろんな文化、いろんな地域ということで、いろんな基準があって、ソーシャルと意味合い自体も、社会的と意味合いも違ってます。ですからグローバルな言語でいろんな言葉が使われているわけで、 ES 上がその州によって違法なのは、 S がやはり取り残されたからだと思うんです。それが社会的な不安とか、社会的な不安というのは、政治とかそういったものに今のような状況での、悪い影響を与えるということになるわけです。で、それを考えてみると、その測量方法、 S でどう測量を測定していくのかということを考えていくと、一つ考えていたのは、カシクワカラさんというのがゲイツファウンデーションの日本での代表されている方なんですけども、彼女と話をしていて、健康ヘルスには科学的な基礎となる健康としての測定の数字はあるわけだと。健康というのは日本で、でもアフリカでもアメリカでもイスラエル、どこにいても、申し上げたように一つの土台となるわけで、栄える社会の一つの礎であることはもう間違いないわけです。ですからインパクトというのを S の部分で考えるというのは、もしかするとグローバルな言語、共通言語を確立するということに、つながるのかもしれません。いいはやすし、行うはがたしでありますけれども、じゃあ健やかさのウェルネスをどう測るかとかいうこともありますけれども、その活動のインアウトプット、インパクトというのは必ずしもそれが数字に反映できるものではなくて、教育とか環境とかいろんな要素が関わってくるので、すごく難しいことだと思うんです。ただインパクトという考え方をすると、これはフロンティアということですよね。正しい教科書とか指針とかマニュアルみたいなものがなくて、これがインパクトですよと教えてくれるものはないわけです。多くの賢い方、世界各国でどうやってこれをインパクトを測るのか、測定するのかということをやってらっしゃいます。測定できなければインパクトがですね、意図というものが数字に跳ね返ってこない、現れないということ。日本では三方よしという言い方があります。三方よしです。売り手、買い手、そして社会に三方です。これは素晴らしい、このフレーズだと思うんです。ただ三方よしの問題というのは、この売り手の良いということはどれぐらい利益があったかということで測定できますよね。じゃあ買い手は、ある程度満足度というのが測定できる。じゃあその社会の善というのはどう測るのか、それは分からないと。ですから三方よしというのは素晴らしい日本の一つの考え方で、事業の営みの一つの指針な、素晴らしい指針なんですけども、なぜかグローバルな基準になっていないかというと、測定できないからだと思います。3つの
良しという部分を測定できれば、皆さんがあこれはいいことなんだと納得がいくわけです。ですからこの測定ということ、測定できるかどうかというのはすごく重要だと思いますし、ただ、まあ、正しい答えがあるかどうか、どうですかロニーさん、何か正しい数字を持っていらっしゃいますか。まあ、私たち長年仕事をしてきて、この私たちのインパクトをどうその測るかということをいろいろ語ってましましたが、事業を運営する、投資をする、そして政府がそのインセンティブを提供するという中で、賃金の違いというのがあると思います。最低賃金、そして競合他社に対しての賃金レベル、まあ、各企業の中でサプライチェーンの中でどうなっているのか、これはジェンダーダイバーシティということにもかかってきますが、技術というのがこれを乗り越える手立てになります。いろんなジェンダーの人たちが企業の中の人との中でどういう賃金が乖離が生じるのか、その合計金額としてそのコスト、その多様性がないという計算ができるんじゃないかと思います。それはアマゾンでやってます。でそこでやったのは、アマゾンは65億ということでやってます。アップルはダイバーシティということでの債務というのが25億ドルある。アマゾンはそういった意味ではパフォーマンスとしてはいい、 16% 対 25% ということなので、ジェンダーの差、賃金の差、雇用の差をそうやって測ることができます。また企業の中での進化度、いろんなバックグラウンドのある人たちがどう自らを磨くことができるのか、他と同じような認定をした人たちとか同じように成長することができるのか。ですからある意味数字はつけることができますが、機構ということになりますと基本的なツールの測定、それぞれの要因ということで、それがどう詳細人格に引きずってくるかということで、それによって今までやってきたような CO2 と同じような方程式が出てくるのではないかと思ってます。いいですか、私のか。ロニーさん、申し上げたかったのは、新しいニュースを友人が実は送ってくれました。 KDDI というのは日本の2番目に大きい通信事業なんですけれども、この新しいニュースリリースを行いました。 FBAI のフレームワークを使うと、それをソーシャルインパクトに当てるんだということを発表しています。これは柳さんという元のエーザイの CFO、 今早稲田大学の先生をやってらっしゃいますけれども、アビームコンサルティングの支援を得て、やっとそのエビッターの収益ということでソーシャルインパクトを見る際に ITC だったり技術に人の生命をどう救ったかとか、例えば交通事故とかそういったもの、まあこれは収益が上がったと、 IFPI のモデルで 1.6 倍に上がったということが分かったわけです。まあまあ、もちろん皆さん、まあ、数字というのはいろんな形で作れるじゃないかということで批判される方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、少なくとも日本の企業で何らかのそういったような数字をつけて、どれぐらいのインパクトなのか、どういう価値を創出をしたのか、財務的に社会的な環境的にということで考え始めている人たちもいるわけです。そうですよね、私たちの社会の安定度と考えると、それはまさしく素晴らしい取り組みだと思います。今までソーシャルの透明性に関しては、今世界の課題というのは資本主義というのがその繁栄の源というのが本来に直線的でつながっていないと、その中で人口の多くの人たちが資本主義と民主主義というのはうまく合わないと、そしてこの全体主義の政権が果たして答えをもたらすかというとそうではありません。ですからもし私たちがこの社会を安定したいのであれば、
社会的なギャップ、経済的なギャップという乖離を埋めていかなければいけないわけで、インパクトということでの透明性というのはそれを達成するための重要なツールだというふうに思っています。まあ、政府においてもインセンティブを提供する、インセンティブを提供しない、税制優遇策を引く引かない、正しいことを社会的な側面でやってるかやってないかということで線引きをすることができるわけです。非常に面白い話が出てきましたね。定量化する、ことによって本当にダイバーシティというのが社会の価値を高めるということです。昨日、サントリーの新浪社長がおっしゃっていました。イノベーションを推進していくためにはダイバーシティがなくてはならないキーだというふうにおっしゃっていました。それからあと透明性というのも出てきました。例えば均一的なものをずっとやっているといつも同じになってしまうんだけれども、例えば男性女性、それからいろんな国籍の人、それから体に障害のある人、いろんな人を入れていけばそれだけ違いが出てきてイノベーションも生まれるし、そこに透明性を加えればさらにイノベーションが生まれるっていうことなんだと思います。でほとんどパネルの時間が終わろうという時にますます話が面白くなってきたんですけれども、最後の質問に移りたいと思います。インパクト、インパクトインディケーター、国連は17の SDG を提示していまして、これは世界の中で一番導入されているインディケーターだと思いますが、今2030年を例えば今2030年だとして2024年を振り返ったとしたら、今年はこんな年だったねっていうふうになるでしょうか。まあ渋沢さんともサードロナルともいたんですけれども、もしかしたら今ちょうどティッピングポイントなのかもしれない。イノベーションを政府が支援しているインパクトインベストメントのガイドラインが出てきたといったようなことで、2024年はどんな年だったというふうに言えると思いますか。日本は新しい時代に入ってきたと考えています。これから先10年、日本で何が起きるのか、人口は減る、で世界の人口はどうなるか、世界の人口は増えますということは、私が20歳の時メイドインジャパンという非常にパワフルなブランドがありました。日本で作りましたよということで先進国に売ってったわけです。でもあまりにも成功してアメリカ側が怒ってスマッシュされたということなんですが、90年代になると今度は平成になった。でそうするとメイドインジャパンではなくてそちらの会社作りで作られたんですよ。ジャパンバッシングというのが行われたと、ジャパンパッシングも行われたということになるわけです。で今度は令和になったら、これは2020年なんですけれども、そうなったら今度はティッピングポイントを超えて逆ピラミッド型に人口動態的な状況が生まれ、なりつつあるということです。ですからメイドインジャパンとかメイドバイジャパンじゃなくてメイドウィズジャパン、そうすることによって世界中の人たちの生活を良くしましょう、特にグローバルサウスの人たちをインパクトで生活を良くしましょうということなんです。で今たくさんの人たちがここに集まってスタートアップテクノロジーを開発しようとしています。この地域の中小企業もやはり果たす役割があると思いますから、本当に素晴らしい時代が来ると思います。サー・ロナルドさん、どう思われますか。2024年どんな年だったっていうふうに2030年から見たらなるでしょうか。比較をしてみたいと思います。100年前に何が起きたかという話、1929年、大恐慌のあと多くの人たちは会社に投資をするときにどれぐらいの利益を生むのかということを分からずにやっていたと。
でその当時 の、 あの会計、法には監査人というのがいなかったので、その数字がきちんと確認されなかったと。でその当時アメリカの人たちは、ギャップの関係法を入れようということになっています。33年とか34年に、この会計法、つまり統一された一つの会計法を全ての会社に適用すれば良くなるであろうというふうに考えたわけです。でその当時は会計法もないし、規制者もないし、それからまた監査人もなかった。でももしそれがなかったとしたら、今あるような2兆とか3兆ドルのようなその市場は生まれなかったであろうというふうに思うわけです。今同じ感じになっていると思います。100年後ですけれども、インパクトに関しての話です。40兆のお金というものが投資に入ってきています。 ESG に関して、これによってインパクトを出そうとしているわけです。で、どんなインパクトが達成されたのかが分かってないわけです。ですから、インパクトの会計手法がなければ、それは分からないということになるわけです。つまり IFBI なんかで、今年環境ということでは、透明性をマネタイズして全ての環境インパクトを見ていこう、そして全ての会社でそれを見ていこうというふうな形になってきています。ですからインパクトアカウンティングの時代に今なろうとしているわけです。で、インパクトプリンシプル、インパクトの原則が、一般的に受け入れられようとしている。で、それが本当に出てくれば リスクリターンのインパクトという形に変わってくると思います。で、これはいろんな課題に対する答えを出すことになるでしょう。リスクリターンを改善することによってインパクテッドガバメントができるようになるということになります。そしてこれを収入だけではなくって、つまり経済的な収益だけではなくって、社会に対するより良いものというふうになるということになると思います。で、こういったタイプのインパクトアカウンティングということがきちんと行われるようになれば、ビジネスが、新しいビジネスも古いビジネスも、ただ単に収益だけではなくインパクトのパフォーマンスで評価されるようになるでしょうか。10年前、ほんの少数の人たちが社会的な責任ある投資、そして CSR ということを言っていたんですけれども、今やインテレクチャルツールが生まれてきているので、インベストメントウェイテッドアカウンティングであるとか、それからまたインパクトアカウンティングであるとか、そういったものが出てきた。この業界は今もう一度刷新されようとしております。そしてスタートアップの DNA というのは、インパクトシンキングとまさにマッチしてると思うんです。ですからマクロ、それからミクロでいろんな課題はありますけれども、日本のエコシステム、それからまたいろんな会計ツールであるとか SFB とのコンバージェンスとか、そういったものが起こることによってビジネスの透明性が大きくなってきていると思います。すべての企業がトリプルボトムラインを推進していく、そしてこれが普通の、一般的に使われるボトムラインになるかもしれないということで、ぜひ皆さん方にもこれをやっていただいて、来年にはそれでどんなことができたかということをお互いに、交換し合えたらいいなというふうに思っております。今日は素晴らしいパネリストの方々に参加いただいてどうもありがとうございました。